もそう、ここはそういう感じで意外と付き合いが長いんだけど、うん、そうだね。2人はもうそれこそ中役、なんか印象としてはさ、なんでさ俺の話するとちょっと苦笑いするの、いつも中役中役もう嬉しさが笑みとして出ちゃうな、しらじらしいけどどこ、え、何が最初、最初が覚えてないや、最初はまあでもサイドが、へえ、そこサイド M が、あ、そうかも、でもそれのキャスト発表のニコ生とかで、で一番最初はあったのかな、えのきさんにお会いして急に他人行儀になるし、いやその頃はえのきさんでしたから、えそう、いつから純役になったの、北海道でイベントをやった時があって、2人でその時になんかイベントの流れで、うん、なんか呼び捨てにした方が仲良さそうじゃないみたいな感じになって、ちょっとしてみるみたいな、そうそうしてみるってやった時からなんかそういう風になって、そうですね、意外とそのイベントの急な流れからどんどん自然になってったみたいな感じなの、そう、じゃあさ、あの八代拓はさ、うん、その純也くんって呼んでるわけじゃん、うん、えのきくんはなんて呼んでるの、俺八代くん、嘘、距離縮まってね、一方的な感じだけじゃん、薄ってね、それ以来もうタクと親しみを込めてタクちゃんって呼ばせて、こっち見ろよ全然目泳いでるしさ、っ、ね、こっち見ないしさ、そうそう、照れちゃってね、そうそう、そうタクとね、いやでも2人はすごいよくしてもらってるんで、呼んでもらえて嬉しいですよ。